な。どうだ、ちゃんと休めたか？それはそうでしょうね。私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせに、それは申し分ないものですから。これはここの数少ない長所の一つです。そんなに卑鄙しなくても。本当のことを言っただけですよ。何せ砂漠は嫌な思いに満ち溢れてますから。私にとって砂漠は、そうですね、汚い泥のスープみたいなところです。妙な比喩だな。でもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜ。この心境がまさか砂漠の中にあるなんてな。わかる。ここの空気は全然乾燥してないし、それどころかウリンにいるような気分だ。私はウリンの空気にかなり馴染んでるからな。どうやらみんなゆっくり休めたみたいね。さあ、北の森へと出発しましょう。行ってらっしゃい。私の分まで頑張ってきてください。あら、別れの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろんイディアさんも含まれてるもの。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか？逃げちゃダメだイディアさん。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた。イディアにしかどうにもできないって。ええ、私とコレイが森で見つけたの。その遊園フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。学者？森の地脈でも研究してるのか？はぁ、あ、ここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。やっぱり私もついていきます。やっと誰かが来てくれたみたい。待たせてごめん、メイモムさん。イディアさんも連れてきたよ。ありがとう、コレイさん。もう、イディアったら久しぶりね。本当に来てくれるだなんて思わなかった。あなたのことだから、てっきり誰にも見つからない場所で、一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわ。なんだかひどい言い草ね。でもこんな評価を聞くのも初めてじゃない気が。わかりましたよ、泣きます。今ここで泣いてやりますからね。そんな。はいはい、私が悪かったわ。それでこちらのお二人は？こんにちは、オイラはパイモンだぞ。みんな、私が招待した頼りになる助っ人なんです。私と同じように扱っちゃダメですからね。ええ、お二人ともこんにちは。私のことはメイモムと呼んでね。じゃあ挨拶はこの辺にして、みんなついてきて。
すごいでしょ？私が一緒に作ってあげたんですよ。お祭りやこういうフェアには、やっぱり綺麗な巨大テントがないと。オイラの予想通りだったぞ。イディアって謙虚だとは思ってたけど、人の前で才能をひけらかさないタイプだったんだな。あれ？どうかしたの？コレイ。ごめん。こんなこと言っていいのか。ちょっと、興ざめになっちゃうかも。平気よ。思いついたことをそのまま言って。ここって、いろんな屋台が並んでるみたいだけど、店主もいなければ、遊んでくれる人もいないのが、なんか、寂しそうだなって。何を隠そう。ここは本来、賑やかなところだったはずなの。それが数日前に、何が起こったかは知らないけど、心境全体が。まるで、天と地がひっくり返った、みたいになった？そうなのよ。ホイールにある全てのものが落下してテントにぶつかって、テント中の消灯が天井から落ちちゃって。え？消灯って。そう。誰かさんが、お祭りには綺麗な照明がないと、なんて言いながら作った、あの消灯のこと。消灯が落ちた後、テントの内部はもう大騒ぎだったわ。水系元霊も閉じ込められてしまったの。そんな打つ手なしって時に、ローレンスさんという方が自ら手を挙げてくださって。待って、自ら手を挙げたって？ええ、あの人は私の警告など一切構わず、毅然とした態度でテントに入っていったの。それから。それから？もうもったいぶるなよ。その後どうなったんだ？どうもこうもないわよ。彼は私の水系元霊のお友達と一緒に中に閉じ込められてしまったの。そんな、メイモムさん、放っておくわけにはいかないよ。わかってるわ。でも中の状況のややこしさはあなたたちの想像を上回るかも。どうか心の準備をしっかりしておいてね。ふん。ここで何の根拠もない議論をしたって時間の無駄よ。みんな揃ってることだし、現場を見て判断しましょう。はぁ、ついてきて。中はもともと巨大な舞台だったんだけど、心境が揺れ動いてからその中の状況も変わってしまったわ。ここに吊るされていたはずの照明も消灯と一緒に落ちてしまって、修復作業をかなり邪魔してるの。通路が歩きづらくなってるってことか？主な原因は照明よ。皆さんは舞台に上がった経験は終わり？照明が当たれば全ての視線は舞台にいるものに注がれる。私はちょっとあんな風に見られるのは苦手だよ。視線がこっちに集中しちゃうと気分まできつくなるんだ。私もです。喋ることすら苦手なのに、そんな大勢の人に見られるなんて、考えるだけでゾッとします。やっぱりまだ吹っ切ることができないのね。うん。笑わないでほしいんだけど、頑張って直そうとはしてるけど、やっぱり克服できないことがあってさ。人が多いこととか、睨まれることとか。笑うようなことじゃないわ。それに知ってる？他人の視線が気になることだって、別に悪いことじゃないのよ。少なくとも、私はそう思ってるわ。だって、自分に厳しい人ほど、他人の期待を裏切りたくないと思うものでしょ？
君はいろんな方面の資質があるわ。もし私と同じように小さい頃からダンスの練習をしていたら、今は私よりも踊りが上手だったかもしれないわよ。いやいや、そんなの絶対にありえないから。私にも無理。本当に共感できるよ。じゃあ時間があったら私のところへ学びに来てはどうかしら。いつか君も優れたダンサーになれるかもしれないわ。その時が来たら外界の光に怯える必要なんてないほど輝けるはずよ。エウルアってこうやって話をしてる時ですらすでに輝いてるよな。本当にいいのか。実は心の中で私が不器用だって笑ってたりしない？うん、君の中では私ってそんな印象の人間なわけ？いやいや、わかった、学ばせてもらうよ。よし、私からの警告は必要ないみたいね。とにかく幕を開けたらすぐ舞台が見えるはず。真ん中にあるのは何だ？私の消灯ですね。封印されているみたいですけど、なんとかして元通りに戻さなくちゃ。まずは消灯を支えている足場を上昇させて。私の記憶が正しければ周りに舞台を制御できるスイッチがあったはずなんだけど。どうやら色レンズを差し込んで照明の色を変える必要があるみたいだわ。ほっ！このレンズは通過する光の色を変えられる。つまり二重の意味で色眼鏡ってわけ。メイモム、お前もしかしてセナの知り合いか？そんな人知らないけど、どうしたの？なんでもない。二人はきっと会話がはかどるんだろうなって思っただけだ。本題に戻るわよ。早速開かれた通路に行きましょう。誰かいないか、助けてくれ。レッシグローレンス？何者だ？この私のフルネームをそのまま呼ぶなんて失礼だ。こんなに弱ってるくせによくそんな口が叩けるよな。確かにローレンス家のものね。こんな状況になってもなお無意味な礼儀作法を気にするなんて。どうして君が、この私を嘲笑いに来たのか、エウルア。そんなこと少し考えたらわかるでしょ。わざわざ私を挑発する必要なんてある？もちろん私の助けを借りないって選択をしてもいいわ。
貴族は生まれながら自立するものであり、他人に助けを求めてはならぬ。そうでしょ？そうだな。おかげで目が覚めたよ。私は助けなどいらない。エウルア、きっと本心じゃない。喋り方が硬いし、こっそりとお前の反応を伺ってる感じもするんだ。治癒士として、私はこの人には助けが必要だと思う。わかったわ。うん。長い時間閉じ込められてる間に、もう礼儀正しい喋り方を忘れてしまったみたいね。本当に笑えるわ。みんな行くわよ。このどこまでも対面にこだわるものに、舞台を譲ってあげましょう。待て。待ってくれ。止まれ。本当に私を放っておくわけにはいかないはずだ。私たちは同じ血族の仲間なんだぞ。必要な時に私を助けることは、君の意向に何の傷もつけやしない。そして私の無様な姿も、君の技巧によって人の目から隠せるだろう。これは、一族の異名と尊厳を守るための行いだ。それは君が考えた一番いい言い訳なのかしら。一族というレッテルでなら、私を説得できるとでも？自分の軽はずみな行動を反省すべきよ。君を助けるために、私たち一行はここまで駆けつけたの。私は。ローレンス家のやつって、みんなこうなのか？対面が命よりも大事だなんて。はいはい、そろそろマスコットが雰囲気を和らげる時間ですよ。エウルア・ローレンスさんにレシグ・ローレンスさん。ほらこれ、一人一つずつね。なんだこれ、キャンディ？はぁ、ありがとう。あ、この匂い、色レンズと一緒だ。そうそう、甘いキャンディを食べると気分も良くなりますよ。ありがとう、マスコットさん。だいぶ良くなったよ。この人が他人にちゃんとお礼を言えるだなんて。エウルアさんはね、この数日あなたのことをすごく心配してたんですよ。何回も私にあなたの行方を尋ねてきたんですから。これで二人は巡り会えたし、私もあれこれ聞かれずに済む。めでたしめでたしです。言っておくけど、この人の安否なんて気にしてないから、勝手なことを言わないでちょうだい。強情って点ではエウルアもいい勝負だな。オイラもそう思うぞ。そんなに勝手を言いたいなら、せめてキャンディーをもう一つちょうだい。え？ああ、もちろんいいですよ。キャンディーならまだまだあるので。すまなかった、私が悪かった。皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。お、最初からそう言えばよかったのに。ただいま。あれ、みんな話はもう終わったの？どうして揃って私をじっと見てるの？いやいや、気にするなって。じゃあ早速片付けて消灯の修復作業を続けましょう。あ、レッシグさんは体調が良くなかったら無理しないでね。休める場所探してあげますよ。ちょうど私も疲れたし。ええ、うちのいとこのことは君に任せるわ、イディアさん。レッシグ、けじめをつけるまでに喋れるくらいの力を回復しておいてちょうだい。